さあ続いてはリードが楽しく街を散歩するブレリード。言えた？危なかった。Yes, let it go.皆さんどうもこんにちは、ブラリードです。さあ、行きましょう、今週も。今週はね、まあ早く登ろう登ろうね、登ろうね、分かってんねんから、説明して。そうそう、そうなんですよ。今週はね、はい、フリークライミング、まあ皆さんもう分かってると思うんですけど、フリークライミングというものにね、今日は挑戦していきたいなと思ってますのでね、ハンプ、はい、の方に来てます。それでは早速行きましょうかね。はい、行こう。何のテンションじゃこれ。さあということで室内の方にやっていきましょう。はい、どうですかこれ、ロッククライミング。初めて見たよ。そうですよ、もう簡単そうやね、なんか見た目が。まあ、言うね。まあね、でも結構ね、向こうの方とか見てください、あれはやばいから。すごいね。まあいろいろとこう、僕らも初心者なんで、はい、今日はインストラクターの方に、はい、来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。クライミングの基本はまず足なんですよ。はい、足。そう、足の引き方だからこういう特別な靴を履くんですよね。そう、これがきつですよね。そうするとここのところにこう力が集中するような形に靴がなってるので、こう押し付けてバランス取って登っていくんですね。つま先で、つま先を使ってちゃんとこうやって乗るんですね。そうすると方向もこういろいろ変えられますし、上半身はリラックスしたまんま下半身を集中して。そう、最初はそれですよね。じゃあね、この中で一番簡単なの、このピンクの棒、こちらでもこれとこれだけを持って上まで行きましょうねっていう。そう、上級者向けに。上級者、いや、あの最初から。まずどこのラインを通っているかってピンクの方をまず見てみて、はい、で次に手順も考えてみましょう。この足は別に、足は何を使ってもこれは OK ですか。いきますよ。はい、どうぞ。よし、スタート。編集展開。いや、余裕って言ってたからね。ちゃんと立ってたね。で、来て速攻。そうで、バランス考えて。ほうほう。お、いけるいけるよ、全然。お、お、お、お。ピンク次どこだ？最初に見ていかないとそう。あ、それもある、ある。最初にどこゴールかっていう。ゴールって G って書いてあるのがゴールなのね。あ、あそこだ。これ。そこ行きます。ここ。これ。あ、ゴール。あ、早っ。早っ。ゴールした。遊び方のルールとして、はいはいはい、ボルダリングっていうのはスタートホールド両手で、ゴールも一応両手保持してゴールっていう決まりになってます。こっからスタートで、こいつ、あそこですね、あそこがゴール。お、これさらっとできんように俺がちょっとプレッシャーかかるからで、そう、ここ、そうで、それ両手で持って、で、左上にさらっといっちゃう。あー、さらそうやな。さらそうだね。おー、見事ゴールしましたよ。登ってやった。どうやった？楽しかった。楽しいよ。さっきまでちょっと簡単なコースだったので。そうですね、ちょっとね、レベルを上げます。なんでやねん、なんで、ね、まだ俺1回やってる。まあこれなんですけどもね、こっち少しちゃうやろこれ。角度おかしいな、傾斜がつきます。なんでやねん。まだ一発なんで。一発お腹に力入れて、あの手の引きと足の伝いでこうやって止まるんですね。はい、で、次これ持って、足を変えて、でちょっと今度はキュッてこう、ここにひねりが、ひねりをひねり入って何その技。アンダーって言うんですけど、下から持てる。でこのままこうやって体を上げるのには、足をこうやって立っていくと次に届きますね。はい、それではヒロシスタート。早いな。そうよし、お危う
ちょっと危ういこれちょっと早くこっち届かへん。オッケーオッケーオッケー。あぶねで下からも持てるからそう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 。アンダーキルアンダーキルそれもねアンダーでこれでおよいしょおおおおじゃあ、やっぱきつかった。きつい、もうちょっとじんわり汗かいてますね。結構かいてる。でもこうやってパッてあのタイミングを測って出すのデッドポイントって言うんですけど。デッドポイント、うん、それちょっと高級な、ちょっと上の技なんで。あ、何やってんの。やっちゃった。高級な技しちゃいました。すごいですね。ちゃんとできました、ありがとうございます。ありがとうございます。次の課題の方に行っちゃう、次のレベルアップの方にね参りたいと思うんですけども、うん、先生次どこ行きましょうか。そうですね、ちょっと難しいかもしれないんですけども、はいはいはい、今度はちょっとずつ手が遠くなる、持ちやすいホールドなんだけどもちょっと手が遠くなるので、はい、体をグッて伸ばしていく力が必要です。乗ってる足と蹴る足とちゃんと意識してください。蹴ればちゃんと伸びて、うん、次にそう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 。めっちゃしんどい。これ本当にしんどい。腰が落ちないようにしましょうね。そう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 。オッケーオッケー。いや頭石みたいな。めっちゃ笑いじゃん。笑いながらガッツン登ってるけどこれ。これか。蹴って蹴って。よいしょ。そうそうそう。来たよ。最後三角形ピラミッド。めっちゃ笑ってる。でも怒りながら、あはは言いながら。あれどこすか。あの三角形の上。めっちゃしんどい。そんなしんどい。これ本当しんどい。角度つくとしんどいね。角度がついてくると、今まではここしか使わなかったじゃないですか。でも小指側で乗って壁に対してこっち側の体の横を壁にくっつけてあげる。ような動きが必要になってくる。壁とチークタイムやみたいな。そうですね。チークタイム。頑張れ。頑張れ。まあまあまあ。はい、ということで川崎その2でございますけどもね、クライミングね楽しそうだけど、あれやっぱり力とかないと無理なんでしょ。あれ楽しいよね。そうですね、1回だけやったことあるんですけど、うん、かなり腕の力がいりますね。なるほどね。まあ、こういうフリークライミングは僕はあのお店とかでやったことないんだけど、コロラドはそういうロッククライミングのもうなんていうんですか、全世界から人が集まってロッククライミングやってる国ですよ。だから僕もあのあれで通行してたんですよ。いやいやいや、前朝そんな崖の上に学校ねえよ。クリフハンガーみたいな子。本当にお前の今日の発言お客さん誰も信用してないからね。本当にね。っていうか半分もう聞いてないんだよな。聞いてないっていうのもありますけどもね。はい、ということでございます。来週ね、いよいよ巨大壁面への挑戦が入るということでございます。さあ、それではこちらのお知らせでございます。どうぞ。